あ、これチャンス、ふざけんな、おい、マジでやめろ、マジでやめろ、マジでやめろ、おい。ヒカキンゲームズ。ヒカキンはどこにいるでしょうか。チクタクチクタクチクタク、ここだよ、ここだよ、ここにいるよ。こうこうだよ。ブンブンハロー YouTube、 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。フォートナイトシーズン6来たー。ニワトリで大ジャンプします。はい、本日はなんかね、ニワトリで超大ジャンプする方法あるらしいんで、多分できると思うんで行ってみたいと思います。どこならできんだこれ。ニワトリもいて、なんかこのボスもいるところなんだよね。そんなとこあるかな。この辺行ってみる。ニワトリがどこにいるかだなこれ。それか山っていう手もあるけど、ニワトリいなかったよなあそこ。ニワトリポイントがわかんねえ。ただ激戦区に降りたくもないので、けど、あそこにしよう、こっちにしよう。ここら辺で多分ニワトリいるんだよ。ただボスいるからな。俺はでも今日その大ジャンプができたらもう俺は行くわい。この辺にニワトリがいますから、あとは人来ないことを祈るだけ。いた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 。もう男は黙ってね。こんなもんはね、ニワトリですよ武器は。はい、行きますわ。誰も降りてこないから大丈夫。ちょっとあの、黒い子です、それも。これね、ほら、今回これすごいですよ、ほら、バーンってできちゃうの。建築が苦手な、そこのあなた、これで上を取って勝ちましょう。落下ダメージもございません。そして今回は弓矢がいっぱい落ちてるんで、エイムが大事です。まあ、いつの時代もエイムは大事ですけど。はいはいはい、鳥よ、鳥よ、あんた弱いからちょっと攻撃が当たっちゃうとあれだけど、おーし、最低限戦える武器は揃ったな。取りよ、逃げらんないよあんた。逃げられると思うなよ。怖いねー、怖い猫さんだねー。ね、ニワトリもね、これグレーな子と白い子がいるとか、なんか面白いよね。この地方ではこれみたいなね、魚みたいな感じだな。あー、ボスに会いたくない。どちらかというとボスより人に会いたくない。ほ、あれ、いけたぞ、やった、今日ビクロイだ。いくよ、ここに乗ると大ジャンプできる多分。いくよ、あ、ポーション飲んでいかないでしょ。あ、バカ野郎。あああああ、早い、超早い、ちょ、お前、お前、ちょ、お前、お前、お前、待って待って、マジで負け、マジでやめろ。冬ワイを来てる、待って。ただニワトリは上から飛び降りねえだろ。え、鳥よ、あぶねえ、行きます。ニワトリ大ジャンプまで3、2、1。人が来た、うわー、え、嘘でしょ、嘘でしょ、私の故郷緑が帰ってきた。リスキリールズまで飛べる、やっばー。トリオ、トリオ、はい、トリオ、うわー、トリオすごかったでしょ。あんたもいい経験できたでしょ。トリオ、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 トトリオ、回復したい。
剣剤切れた剣剤切れた剣剤切れた、取るよ取るよ、どうにかしろ取るよ。トリオをやったバスだな。でもあそこでできるってことが分かったぜ。気持ちいい、やばいね。あれもう一回うまくいかねえかな。今敵たまたまいなかったからな。超気持ちいいね。あれあの塔じゃなくてね、他の塔からだったらどこまで行けんのかとかね。いやーてかね、ほんとシーズン6になってからねマッチングきついんだよ。なんかマジ強えのみんな。こうわぁ本当にボットにあんま出会わないしね。だから変わったんだと思う。まあ燃えてくるけどね。ちょっとね今ね調べたらね、このコロッサルクロップスのこの辺に鶏いるっぽいんだよね。ここ降りないだろさすがに、こんなところねえ。私もう直ですからあ、リスキーリールズの裏側だね。コロシアムのなんか名残みたいのはあるんだよねこれね。コロシアムが壊れたっていうか、まあ昔に戻っちゃったみたいな。この辺この辺ランダムだったら いないかもしんないけど。あー、びっくりした、ラマの声かい。 OK いない？ OK って言ってくれ。いねえ、ランダムなのかもしんないな。前この辺歩いてたらね、いたんだよ。 OK っていう声だけを頼りに。お、アンチはいい感じ。頼む、もう一回だけ大ジャンプさせてくれ、別のとこから。なんとなく川沿いにいるイメージはないよね。鶏だからね。なんかどっか穴場みたいなとこないのかね。もうここ降りれば鶏も必ずこの塔のすぐ近くにいますからみたいな。まずいまずい、やべ、ストーカー来た。ストーカー来すぎ、苦手あなた。俺あなたみたいな人はね、私好きではない。まったく。え？ちょっと待て。はい、来た。よし。やべ、え、ライフルかこれ。武器強っ。あれ、なんだこれ持ってんの。え、あ、ボス倒してくれたのか、ありがとう。持ってくかこれ。ただお、まだ入ってる。くそー、庭、あ、上から飛ぼう。鶏とこれがどんくらい飛距離が違うのか比較できるよ。これ飛距離低いんだよね。これカーブしていくと、あ、カーブ今俺が何向き関係あったかな。レベル高えぞこれ。このマッチもみんな強いよ。ニワトリさんいた。いやでもブーツ優先しようか。いや待てよ、俺はニワトリを優先する。今日は何を考えて。あ、やっぱここにいるじゃんほら。やっぱここなんだ。これであっち行って頑張る。もうブーツはいいや。ミシック、俺はミシックよりニワトリ頼む。ふざけんなよ、なふざけんなよ、絶対許さねえこれ。おならだ、やばい。俺の鶏は、倒されたこの野郎。お
野郎やりやがった。神は私を見捨てなかった。やりやがったぜ。建材はスカスカ、激キツだわこれ。難易度の高さが お見せできたわ。でもよかったわ。に庭を、お前生まれ変わりか、さっきの庭をの。てか固形って言っちゃうんだよ。ダメ。ただまさかこれさ、おっせーとか思いつつもさ、走るよりかは速い。下手したら、ああ畜生、もうちょっと速ければ他の塔に登れたのに。速いこれ。ただ無防備度 100%。 ただ不安定してるからちょっとだけ打ちづらいか。俺は行くぞ。俺は必ずこの庭王と一緒に、このホワイト庭王と一緒に、必ずしも俺は世界を取るぜ。逃げちゃうんだよ、失敗すると。あ、やべ、逃げないで、逃げないで。逃げんな庭王、逃げんな。ポケ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 じゃねえんだよ。ふざけんな。あ、これチャンス。ふざけんな。おい、マジでやめろ。マジでやめろ。マジでやめろ。おい、今頼むからやめて。現在がない。私。さよなら、庭を。さあどうしましょう。あ、もう一回今のところでリベンジするか。リベンジがいいな。リベンジしよう。っていうかもう激レアアイテムでもないのにさ。ランダム発生なのやめてくんねえかな。あ、コッココッコ言ってたな今。あ、聞こえた。ランダムっていうか結構移動するのかも。早いんだもん。ほら、人間と同じくらいの速度なんだよ。アンチ的には、はい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 。これはどこ、これあっちか。山まで行ったらかっこいいけどな。いや待って、山のさ一番標高高いのここだよね。俺それだけやれたらもう今日俺もう満足。シールドをまとっている。私は負けない。バカ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 、銃切り替えられないんだ乗りながら。え、マジでやめて、マジでやめて、マジでやめて、おい、マジでやめて。まあこいつも命がかかってるから仕方のない話か。マジでやめろ。おい、あ、建築しちゃえばいいんじゃん、この野郎。あ、敵にバレちまうだろ。あ、やっぱりだ。建築すると捕まえられる。建材あと7枚。ラマだ。危ないかな。ニワトリさん、これラマっていうんよ。これ開けられる。片手で持ってる。メルを、庭を片手で持っちゃダメ、そんな粗末に扱っちゃ。あー、やばい、まあまあまあいいや。え、デカポさん、待って、あれ豚にやられないよね。大丈夫だ。いいとこ逃げたね、あんた。あー、クソ、今一瞬出たのに。あ、そっちじゃない。ピン打つとこ間違えてる。俺が行こうと思ってんのはここだ。きつすぎるだろ。おお、でもすごい、この時点でジャンプ力すごい。なんかね、前に行かない感じだね。今敵いた。
水の中も行ける。前に進まないんだ。うふふ、可愛くなってきたな。多分でも標高的に言うとあそこから飛べたら、多分今のこのシーズン6の現環境最強ジャンプができる。まあこれショックウェーブと、え、ここにもいるんかい。ってことは皆さんにいいこと教えられたね。普通にこの湖の周りにいるっぽい。あまり気配感じない。やった、頼む。あとはボスにやられなければ俺の勝ちだ。やった、頑張ってよかった。1時間ぐらいやったぞ俺。マジで興味ねえからボス、あんた俺。来いや、来いや、わら、来いや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 、おい、ここだよ、来いや、来いや、来いや、ええ、危なー、やば、すげえ。ニワオ、お前はもう一生の相棒だ。ニワオ、本当にもうニワオ。すごかったな。もっと飛ぶ方法とかあるのかな。高かったな、山からは。それも今ここ標高一番低いようなとこだもんね。これ買ったらなんかある。ほら、在庫切れになるまで買ってみた。これ買った方が早いね、これ。おお、おお、素晴らしい。クラフト大事。骨は買っちゃった方が早い。うわー、なんか人が通った跡がすごい。あそこの庭尾が生きてたらラストチャンスを。うわー、やばい、ちょっと宅急便来ちゃうんだよな、そろそろ。どうしよう、庭尾弁償してくれるかな、この時間に来ちゃったら。宅急便の受け取りより俺、庭の方が超大事なんだよ。もうやられちゃったのかな、それかどっか行っちゃったか。あー、イノシシか。くっそ、庭尾じゃねえのかよ。え、オルベク、俺は必ず成し遂げる。一試合2回ジャンプをな。これで打ってきたやつは俺はもうリアルの世界で追い込む。やった、これで最後にアンチートをして最強のビクロイだ。あっちに向いちゃってるけど多分いけるから、いくぜ。まあストームスレスレでいくってのがこのかっこいいとこだよな。なあ庭を、あと残りは10人だぞ、庭を。あべ、飛んじゃった、飛んじゃったぞ、庭を。こっちだ、俺はこっちに行きたいんだ。おー、庭を、庭を。やばい、飛距離がやばい。え、庭を、そう、話は忘れてた。建築すると庭をはどっか行っちゃう。あの辺で争っている。いや、もうここはラマの要塞を作るしかない。4段作れば壊れない、さすがに。 OK、 鉄を使い切りました。高く積み上げすぎず、弓もある、ちょっと弱いけどクラフトできない。外れてるじゃん、こんなに鉄使ったのに。あ、でもそこだ、あそこ、あ、庭をすればどっか行った。待って、庭をでジャンプできねえかな、こっから。どこ行った庭を、庭を、庭を。俺はまだ庭をが生きてると信じる。奇跡の庭を物語だ。庭をいるんか、庭を、庭をいない。そこに唐辛子マン。おい、
はあん中か。ショックもやってくれたな、ほら。うわぁ、ヘイト買っちゃってる、買っちゃってる、やばい。庭尾の俺は最後、庭尾の親として。おぉ、庭尾なんとも厳しい戦い。顔は見えていい。後ろからも撃たれるからな、俺これ。うわー、これ庭をジャンプしたらかっこいいんだけど。いや、これ普通にやってたら絶対勝てねえわ、もう。爆発させられる、やばい。うわー、すごいアイテムある。うわー、地獄や庭を助けて、庭を、地獄や庭を助けて、庭を。ふぅ、下校、下校じゃないよ、帰ろう帰ろう。回復ないよ。堕物を、庭を。なんか動画の最初で俺鳥をって言ってたのに、途中から庭をに改名してました。はい、というわけで庭をいいやつだったなと思った方、評価グッドボタンぜひぜひお願いします。この庭をゲームズのチャンネル登録はこちらをポチ。その他、私ヒカキン Twitter、Instagram、TikTok、ミルダムもやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。